ですね。こんなことたまにあるんですよ。この学校のことね。この前僕を置いてユニバーサルスタジオジャパンへ行って、僕へのお土産だそうです。この写真撮影の後、いつも通りおやつをもらえたので我慢できました。虐待じゃないです。このパレードを見たら楽しんだのがよくわかる。飼い主さんよかったね。